日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。シナファミリーマートの地域限定中ラーメン中華そばのうち関西地区で販売されているこの2品を食べたのも、あと四国と中国地方も同様でした。こちらが中国地方代表の広島中華そば、醤油豚骨というのがおいしい。ちなみに関西代表なんと和歌山市の井出商店さんというお店が監修した中華そばなんです。なので応援したいですと思って買ってみました。普段あんまりコンビニのラーメンとか食べないんで。チャンネル登録よろしくお願いします。まずは、まあ、まあ敵というわけではありませんが、様子を見がてら広島ラーメンから食べていきたいと思います。豚肉確かに美味しそうですね。ニンニクとかも刻まれてて結構食べ応えですよ。ではいただきます。どちらも食べ応えのあるチャーシューが入っていて、一方は枚数、一方は厚さで勝負してますね。でラーメンはどちらも同じ太麺でツルツルっとすべて美味しいです。具材は広島風の方が若干豪華な気もしますけど、やっぱり和歌山も負けてませんよ。でスープは豚骨でこってりしてるのはもちろんなんですね。和歌山の醤油ラーメンの方も意外と醤油なのに味が濃いですね。なので思っていたのとちょっと違うかなとは思いますが、これはこれでいいと思います。もっといろんな地域のラーメンも食べたいけど販売されていないんでしょうがないですね。どうせなら全部種類食べ比べとかしたかったね。多分それでも選ぶのはやっぱり地元をしたいのが人間の差がですよね。ごちそうさまでした。まずこちらの広島醤油豚骨中華そばはチャーシューは薄めなのですが、そのゆで卵も入っていてトッピングではやや豪華かなと思いました。でラーメンの方はツルツルと喉越しが良くて、スープは豚骨なので結構濃いめで味がしっかりしていますね。一方で井出商店の和歌山の中華そばについラーメンにつきましては、お肉の方チャーシューが分厚めで食べ応えがあり、具材のメンマも入っていたのでラーメンとしての具材の豊富さならこちらの方がいい。ゆで卵は彩りはなくてもいいですが、ちょっと物足りないかなと思いました。そしてスープは醤油ベースなんですが、意外と味がしっかりしていて口の中で濃厚な旨味をふわっと広げてくれて美味しかった。麺はどちらもつるつるとしていました。なので濃いめで豚骨が好きなのであれば広島のは、醤油の好きなのであれば伊豆商店さんがおすすめです。自分は今回のやっぱり、なんか地元ひいきしてるんで申し訳ないんですけど、井出商店さんの醤油ラーメンの方がより美味しく濃いめの味で好みに感じましたので、代表として5点とさせていただきます。もしあなたの地域のラーメンも、もしどんなのがありますよと言ったら教えてくださいね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。